はい、ということでやってきました。今日はですね、なんと皆さんが子供の時食べたことがあるかもしれません、わたあめを作ってみたいと思います。ただわたあめを作ると言っても、どうやって作るかと言いますと、これです。ダダダダダダーン、わたあめメーカーボン。ということで結構大きいな、これ動画の半分を用意している。ということで、わたあめメーカーで作ってみたいと思うんですけど、これが、ドンキホーテで3980円で買ってきました。意外に高いっていうね。ちょっと開けてみましょう。何何、もこもこふわふわ、わたあめがお家で簡単に作れちゃう軽量スプーン付きね。これ軽量スプーンが付いてない家にはね、これを買うしかない。そしてまずわたあめのパーティー、用意するもの、ザラメ、これ買ってきました。ザラメ、そしてザラメを入れる、スイッチオン、そしてザラメを入れる、そして巻き取る。一回開けてみましょう。よいしょ。もう後ろの画面もね、ザラメみたいな、わたあめみたいな。今日は星のカービィでお送りしています。あ、これ逆かな。よいしょ。お、軽量スプーン、そしてなんだこの UFO みたいなものは。ペッパーを思い出すよね、ペッパーを。わたあめの機械か。まず説明書がね、僕あの全部説明書を見ない人間なんです。ちょっとね、どうやるんだろう。あ、これか、こうか。説明書読もうかな。あー、これだ、溝を、まあこれもう最初から差し込んでるじゃん、フレームって。あ、これ違うな、カバーをしてから。30分が限界らしいですね。それ以上やったらまあ壊れるということですね。じゃあ実際に電源をつけてみましょう。赤くなってる、ここが赤くなってる、中が若干赤くなってるんですよ。5分にして回転皿を温める。電源をオフにして回転が止まったことを確認してから、回転皿にザラメをスプーンの約1/3。これ人生初めてだよ、これ。僕はここにいるよ。僕はここにいるよ。いないよね。ないよね。俺に見えないだけだよ。見えないだけじゃないよね。ないよね。ない。お、お、わあ、わあ、わあ、すごい。わたあめや。わたあめや。おお。すごい。あ、おお、おお、お、おお。じゃあこれね、じゃあ初めてわたあめ自分で作りました。早速食べてみましょう。うん、うまい、わたあめやん。そりゃね。うん、うまい、うまいけど、あのお店みたいなふわふわ感はあんまないよね。多分これ作り方が下手なんだけなんだと思います。
読み合わせたポイント、これ作るコツは、綿あめの出始めは割り箸をこの中に入れてくるくる入れる、そして綿あめが少し大きくなったら割り箸を横にしてくるくるさせる。おお、ちょっとプロってんじゃない？プロってるけど、なんか騒動みたいになってるよ。綿あめはできました。ほら、こんなに大きくなった。すげえ。ふわふわ、さっきと全然違う。あ、綿あめや。うん、これが綿あめ。皆さんぜひぜひ綿あめメーカーのこの機械買ってみてください。じゃあそれではまたのぞみショップ TV でお会いしましょう。ザラメでこんな、これ毎日綿あめ作るんじゃないの、これ。